こんにちは。表参道で美容師をしていますえりこです。本日は可愛い遅れ毛の出し方、巻き方で簡単なヘアアレンジをご紹介していこうと思います。早速ご紹介していくんですけれども、よくおすすめのオイルを教えてくださいとたくさん質問いただくんですけど、今日はですね、私の一押しのおすすめのオイルを使いながらセットしていこうと思います。まずそのオイルなんですけど、じゃじゃん、こちらです。レベナオーガニックのシルキーモイストオイルです。こちらなんですけど、ヘアとボディ両方に使えます。全身に使えるオイルです。お風呂上がりの濡れてる髪の毛に使ったり、おスタイリング前の髪の毛に使ったりしていくものなんですけど、これはですね、今すごいシャンプーとトリートメントも人気のシリーズみたいで、すごくネットでよく見ていたものなんですけど、名前の通りオーガニックオイルなので、すごくお肌に優しい。オーガニックって最近すごく人気だと思うんですけど、お肌や髪にすごく優しいものになってます。まずすごく思ったのが、めちゃくちゃ可愛くないですか？おしゃれ。パッケージも色味もすごくおしゃれで、これ今蓋で閉めてるんですけど、こういうポンプもあって、刺してこのままシャシャシャってポンプ式で使えるようになってます。こんな感じですね。ポンプつけてもおしゃれで、これテクスチャーがベタベタしないけど、すごく保湿してくれるような、こうモイストオイルなので、ちょっとしっとりした感じです。でもベタベタはしない、サラッと使えます。なんでこのままこうやって全身に塗れるのも、使い終わった後に困らない。香りがですね、オリエンタルウッディな香りね、すっごいいい匂いです。温泉にいるみたいな大自然の中の温泉にいるようないい香り。癖がすごくないので、女性でも男性でもどちらも使えるような香りだと思います。オーガニックが好きな方はもうすっごい大好きな香りだと思います。私髪の毛乾かす時につけて乾かすと、その香りがふわっと香って、寝る時にすごく心地よく寝れるんですよ。よく寝れる香りです。早速オイル使いつつ、遅れ毛の出し方やっていこうと思います。最初に束ねるじゃないですか。その時にまずつけます。ほんとサラッとした感じなので、ベタつかないから、すごくね、なんだろう、オイルってベタつくオイル結構多いじゃないですか。そういうオイルだと髪もベタベタになっちゃうし、時間が経つとギトギトになってきちゃうんですけど、これはほんとね、サラッと使えるのでいいツヤ感が出てくれます。最初にしっかり内側とかもつけて、こんな感じでちょっと後ろに持っていく。束ねて結ぶ前の状態で遅れ毛を出していくんですけど、やっぱり今マスク欠かせない時期だと思うので、このもみあげのキワキワから取っちゃうと、すごいマスクの耳に引っかかるっていうのと、あとはこの大体ね、皆さんもみあげの部分ってこうちょっとしかない方が多いと思うんですよ。私ももみあげすごく薄いので、これだけしかなくて、なかなかこうがっつりした遅れ毛は出せないんですけど、そういう時はこのもみあげの少し上、でもこめかみまでもいかない、このちょっと 1,2 センチ上、こんな感じで内側からちょっとピャーって取ります。こんな感じです、で反対側もこのもみあげの少し上、ここですね、出します。で出したら結びます。結んで、まあ、ちょっと軽くほぐしてあげて、アイロンで巻いていくんですけど、上から挟んでまっすぐウェーブってよりかは、ちょっとアイロンを斜めにしながらウェーブにしていく。斜めにしたまま内側外側やると、こうふわっとしたウェーブが
できます。こっちも斜めに内側外ぐるぐるすぎない遅れ毛になります。でオイルつけます。もうね、ちょっとで大丈夫なんですよね。はい、私は1滴、あ、2滴にしよう。よいしょ、2滴垂らしました。で、指の先にしっかりつけて、こう軽くふわーっと滑らせる感じでつけていきます。これね、本当にいい香りなんですよね。この成分で12種類の精油が含まれてて、疲れとか緊張とかそういうのを和らげてくれる癒しの香りの成分らしいんですよ。なんで本当にね、あんまり嫌いな方そんなにいないんじゃないかなっていう香りです。すごいいい香り、うん、であとはもう全身に馴染ませられるんで、本当全身に。で、特にこれから乾燥してくる季節なので、すごくちょうどいいんじゃないかなと思います。夏はあんまりボディオイルとか塗る方少ないのかな、冬に比べたら少ないのかなと思うんですけど、私もなんか最近早速肌がちょっと乾燥してきたなって感じるので、しっかり無駄なく使うようにしてます。もうここら辺とかももう全然使えるので、顔のマッサージとかもしたりします。毎日やってます、うん、はい。で、まずこれが一つ目ですね、遅れ毛。で、二つ目どうしようかな。さっきちょっとつける量が少なかったので、もうちょいつけます、オイル。しっかり、特に皆さんこう上から表面につけると思うんですけど、意外とこの内側が結構乾燥するので、しっかり、ね、内側につけてあげるといいです。あ、なんか本当に温泉入ってる気分になる。めっちゃいい香り。次ですね、私最近おーって見つけた遅れ毛の場所なんですけど、ここ耳の後ろ、このあたりから出します。わかりますかね。ここから出します。で、反対側も、襟足部分で出す人多いと思うんですけど、この低い位置じゃなくて高めの耳の後ろですね、ここから出します。この間インスタに動画出したらすごく好評だったんですけど、今ね、ここに2本出てます。ちょっと背景が暗くて分かりづらいですよね、すいません。今度はこれは結構くるくるっと巻いていきます。巻く前も1滴ぐらいつけるとすごい巻きやすいんですよ。これあんまりつけすぎるとちょっと良くないんですけど、本当に軽くつける分には大丈夫です。ヒートプロテクト効果って言って、ヘアアイロンとかドライヤーの熱を味方にして髪の毛を守ってくれるっていう効果があるので、とね、軽くドライヤーの前もそうなんですけど、巻く前もこう軽く、特にパサつきやすい方はほんと1滴ぐらい使ってつけてもいいと思います。アイロンで、これはですね、上から挟んでアイロンをこうくる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 っと回転させて巻いていきます。で、根元の方からこうくるくるっと滑らせていく。音がやばい。こんな、はい、見えるかな、根元からくるくる、こんな感じです。この遅れ毛がですね、また可愛くて、何よりもすごく嬉しいのが、マスクをした時に一切邪魔にならない場所なんですよ、ここなんで。全然マスクに被らずに、前から見ても横から見ても、横から見た時がすごい可愛い、で、後ろから見てもしっかり見えるっていうのがすごくいいポイントです、これ。で、最後オイルつける時に軽くこう束をほぐしてあげる、ほぐしながらさーっと滑らせる
するとちょっとほぐれてツヤも出てくれるのですごく、ね、いいです。はい、ざっとこんな感じです。おくれ毛マスクしてもかぶらないんですよ。ここオイルもね、本当に程よいツヤ感が出て、私もめちゃくちゃお気に入りのオイルだし、とにかくおしゃれですよね。すごくおしゃれで、全身にも使えるっていうのが本当に嬉しいポイントで、これ持っていればこうボディオイルとか別で買う必要もないので、この冬大活躍だし、ね、乗り切れると思います。はい、以上こんな感じです。おくれ毛を出す位置、すごくいろんな場所があると思うんですけど、自分に合ったところを探してぜひ試してみてください。ちなみに言うと、このオイルも概要欄に詳しいことを書いておくので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。